栄誉騎士とパイモン、いい知らせだ。僕たちに新たな助っ人が加わった。この二人の店主はチャリティーショップのことを聞いて仲間になりたいと思ったらしい。しかも収益も寄付するつもりだそうだ。え？寄付するって本当にいいのか？いいんだいいんだ。収入源が増えれば助かる人も増えるだろう。俺とポリーンさんも黙々と自分だけ稼ぐよりその方がいいと思ったんだ。今年のブリュー祭はお客さんが例年よりも多いので早めに売り上げ目標を達成できました。だからもう十分満足ですよ。あなたたちがお年寄りと子供たちのために駆け回っているのを見て私たちも協力したいと思ったのです。あまり気にしないでください。はあ、なんだか心が温かくなってきたぜ。となると名前を変えないとな。よし、セピロスヒューヒューチャリティ連盟にしようぜ。力を合わせて今回のチャリティーイベントを成功させよう。よってらっしゃい、見てらっしゃい。セピロスヒューヒューチャリティー連盟の特製料理に日用雑貨、それからお花はどうだ。お、見ろよ、アルベドが来たぞ。やあ、元気かい？アルベドも何か買いに来たのか？必要なものは特にないけど、君たちが騎士団の店を管理していると聞いて来たんだ。ちょうどティマイオスとの研究に進展があってね。その完成品を少し持ってきた。チャリティーイベントに対するちょっとした支援だと思ってくれ。わざわざ支援しに来てくれたのか。おいら感激したぞ。どれどれ、ボトルに入ってるのは特製酔い覚ましポーションだよ。酔いを早く覚まし、頭痛を効果的に和らげることができる。これを必要としている人に試供品として配ってみてくれ。そうすればより多くのお客さんを引きつけられるはずだ。こんなにすごいもの、相当苦労して作ったんじゃないか。おや、長い間僕の実力を見せてこなかったからかな。昔の僕ならこのような研究にあまり興味なかったかもしれない。しかし錬金術の成果物で人々の生活を便利にするのは素晴らしいことだろ。そうだな。オイラ酔っ払ったことはないけど想像はできるぜ。お酒を楽しんだ後に足を滑らせて湖に落ちたり、石につまずいて転んだりしたら、せっかくのいい気分も台無しだもんな。そうだ、この店の料理を持って帰ってクレイと一緒に食べてくれよ。オイラたちのおごりだ。ああ、じゃあ遠慮なくもらっていくよ。まさかこれほど見事な詳細を持っていたなんてね。料理店の立地が絶妙だ。祭りの雰囲気に合っているだけでなく役割分担も合理的だよ。他の騎士団メンバーが担当していたらきっと普通の雑貨しか売っていなかっただろう。お、アルベドに褒められたぜ。オイラ酔い覚ましポーションを飲んだみたいに気分がいいぞ。でもアルベドって意外とチャリティーショップに詳しいんだな。ああ、以前騎士団がチャリティーイベントのために雑貨を集めた時、風景画を十数枚ほど提供したことがあってね。アルベドの絵ならきっと高く売れるだろうな。パイモンの考えは一般的な商人と似ているようだ。確かに僕の絵を独特だと思い、投資価値を見出して高額で購入してくれる人もいる。以前のオークションで僕のスケッチの売り上げが良かったから、アリスさんも
何かを感じ取ったんだろう。彼女は独自のルートで僕の作品にある認定を授けてくれた。確か特許という名前だったかな。その後多くの画家が僕の風景画を模倣してモンドによく飾られるようにもなった。アリスさんの特許のルールでは、画家はその類の風景画を売るたびに報酬の何割かを僕に支払わなければならないことになっている。だがお金の行き先に興味はない。その管理は騎士団に任せている。富は僕の目的じゃないからね。もし何に使えばいいかと聞かれたら、うん、アリスさんが壊したものの修繕費に充てればいいと答えるだろう。でも結局はチャリティー活動に使ったと聞いているよ。さすがはアルベドと言うべきか。結果は本意からそれたものだったけど、予想外の収穫を得られたし、僕も少しずつそれを受け入れたよ。ありがとう。じゃあそろそろ僕は工房に帰るよ。商売がうまくいくことを祈ってる。